皆さんこんにちは。今回ご用意したのはこちらの黒い粉。これね、なんだかわかりますかね。はい、これね、砂鉄です。砂鉄といえば皆さんご存知の通り、このように磁石、これを使うと、このようにね、くっつくんで、まあ鉄ですからね。多くの方が小さい頃に、まあ学校の授業でやったり、実験、砂鉄遊び、磁石遊びとかで、触れたことがあるんじゃないでしょうか。まあ近年ではね、砂鉄スライムでやったりとか、そういった遊び方も出てきたりしてますんで、割とポピュラーな素材なんじゃないかなと思います。はい、そこでですね、今回まあその砂鉄スライムじゃないですけども、普段ね、当チャンネルでよく使用しているレジンとこの砂鉄を組み合わせて、このイガイガ状態のものをまあ閉じ込められないかと、レジンの中にね。あとは砂鉄とレジンを完全に混ぜてペースト状にしたものに磁石を当てるとどういう風になるのか、これもね、合わせて見ていきたいと思います。ではまずはじめに、レジン内に砂鉄を閉じ込めるとどうなるか、これからやっていってみましょう。はい、こちら、立方体のシリコンモールドを用意しました。ではね、こちらに、砂鉄をこのように入れていきます。あんまり入れすぎてもね、よろしくはないと思うので、まあほどほどにね、適量入れていきます。実際ね、レジンの中に閉じ込めた時のイガイガの形状、どんな感じになるのかっていうのをシミュレーション。はい、今ね、磁石ちゃんとくっついておりますね。まあ、レジン入れた後にこういう風な形状になってくれれば一番ありがたい。ではね、早速レジンをこの中に注ぎ込んでいきたいんですけども、今回ね、使用するのは、まあ、結構厚みとね、量があるので、 UV レジンはちょっと避けようと思います。それの代わりに、時間経過でね、反応して硬化するエポキシレジンを使っていきます。今回は念のためね、砂鉄が回らないように磁石でつけたまま、注ぎ込んでおります。結局ね、磁石外して後で、軽く混ぜていくんですけども、今はね、こういう風な形で、注ぎ込んでおります。多少ね、中から気泡やっぱり出てきておりますね。レジンをだいたい9割分ぐらいまで入れたら、あとは軽くかき混ぜて気泡を抜いていきます。この時砂鉄の方にもまんべんなくレジンが行き渡るように混ぜれたら OK ですね。はい、攪拌終わりました。再度ね、磁石がくっついた状態で形を整えております。まだね、レジンの中に気泡であったりとか、あとはまあ砂鉄のカスみたいなちょっとしたね、ものが漂ってはいるんですけども、だいたいこのエポキシレジン24時間から48時間経たないとちょっとね、硬化しないので、その間に、気泡が抜けたりですとか、余分なね、砂鉄の部分が下に、沈んで落ちて、ある程度は綺麗に、なってくれるんじゃないかなと、思っております。あとはモールドの縁までレジンを足して硬化するまで待つことにしましょう。あとはね、こういったものも用意してみました。先ほどはね、下から磁石を当ててたんですけども、今回は、左右両サイドから、磁石を当てて、まあ、このようにね、イガイガが、向かい合うような形、これもね、ちょっと面白いですよね。ではね、先ほどと同じようにレジンを注いでいきたいんですが、やり方は、基本的にはさっきと同じですね。まあ、形状が崩れないようにゆっくりと、レジンを注いでいきます。はい、こんな感じですかね。今回は磁石を外すとドサッとね、砂鉄が下に一気に落ちてしまいそうなので、両サイドに磁石をつけたまま、ちょっと強引ですけども、その状態で、混ぜていきます。はい、攪拌と形状の修正完了しました。できるだけそこに砂鉄がたまらずに、左右にね、均等に、砂鉄が行き渡るように調整しております。こちらも先ほどと同じようにレジンを足して硬化まで待ちたいと思います。
はい、エポキシレジンのね硬化かなり時間がかかりますんで、その間に、今度は UV レジンの方、こちらを使った実験を一つやっていきましょう。このようにカップに適量の砂鉄を入れ、その中に今度はね UV レジンを入れていきます。UV レジンの割合が多くなりすぎてしまうとちょっとねシャバシャバになってしまいますので、そこはあまり入れすぎないように調整していきます。そしてペースト状になった砂鉄入りレジン、これに磁石を当てると、はい、こんな感じでねうにゃうにゃっと動いてくれております。そしてこのペーストをシリコンシートの上に乗せていきまして、磁石を当てることで砂鉄のイガイガが出てきましたね。はい、レジンとね、混ざっててもこのようにしっかりと、出てきてくれております。あとはこのまま UV ライトを当てて硬化させるだけ。この形がねちゃんとキープしたまま硬化するでしょうか。では早速実験してみましょう。さあ硬化も完了して気になる結果はこちら。はい、綺麗にねシートからも取れております。そして砂鉄のねイガイガも完全再現です。レジンの液体感っていうのはどうしても残ってるんですけども、磁石にくっついた砂鉄の形状がうまく表現できてるんじゃないでしょうか。ちなみにこれ磁石にね当たり前ですけど普通にくっつきます。なのでねこの形状じゃなくても砂鉄レジンで作ったパーツなら磁石にねくっつくっていう、ちょっとこれ他の用途にもねいろいろ面白いことに使ったりできるんじゃないでしょうか。はい、あれからね約40時間が経過しました。ということでねエポキシレジンある程度硬化してくれました。まあね、あの完全硬化にはまだもうちょっとね置いた方がいいとは思うんですけども、まあ、取り扱う分にはね、まず問題ないような時間がね経過してますんで、モルドから出していきたいと思います。さあどんな感じにねなってるでしょうか。はい、無事ね取り出せました。どうでしょう、これね結構綺麗に、まあ、砂鉄のねこの意外が再現できてますね。いやーこれはねかなりイメージ通りにできました。もうこれはもうペーパーウェイトとしてね使うしかないっていうやつですわ。まあ多少ねあのチリっぽいのとかちょっと気泡みたいなのが若干ちょっとね混じってるのはまあご愛嬌っていうことで、まあでもね無事なんとか、砂鉄が磁石にくっついてねこんな感じでイガイガにこうガッと、形が変わった時の、状況、これを、レジンを使って、切り取ることに成功しました。裏側はこんな感じで砂鉄一面真っ黒な感じになっちゃってちょっとね面白みには欠けるんですけども、もう一つ作った両サイドから、磁石くっつけてるパターン、これもね見ていくことにしましょう。はい、こちらもね、硬化できております。もちろんこのようにねあの磁石を剥がしても、はい、形状変わらずしっかりね固まっていることが確認できたので、早速モールドから、取り出してみましょう。はい、こちらもうまく仕上がってますね。こうやって見るとねなんか砂鉄の箸みたいになってて面白いです。はい、というわけで今回は砂鉄とレジンを使ってまあねあの実験も兼ねたあのオブジェを作ってみました。今回は砂鉄を使ったんですけども、他にもねあの時間経過でもろっと崩れてしまったり同じ形状をずっと保ちづらいもの、こういったのをレジンに閉じ込めて鑑賞する、こういうのもね面白い楽しみ方じゃないかなと思います。今回使用した UV レジン、エポキシレジンともに、入手難易度そんなにね高くないと思いますので、ぜひ、皆さんも遊んでみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。